国連人権理事会の専門家はガザ地区への大規模な報復攻撃を続けるイスラエルについて、自衛の名のもとに民族浄化に相当する行為を正当化しようとしていると強く警告、即時停戦を訴えました。イスラエル側の言い分は、ハマスを殲滅するために空爆はやむを得ないというものです。ハマスが病院や学校の地下に潜り込んでいるために巻き添えはどうしても起きてしまうというのです。これに対してガザ地区に住むパレスチナ人は抗議します。イスラエルの侵攻が始まるとガザの虐殺は大変なことになります。パレスチナ人は1948年に強制的に立ち退きさせられ、ガザの狭い地域に閉じ込められ、外に出られない天井のない牢獄と言われるのです。ガザの北部から南部に退避しろって言っても、人口密度が超過密なガザでそんなことはできないし、1948年と同じ強制立ち退きをもう一度またさせようというのですか。ホリエモンチャンネルでイスラエルの日本人女性にインタビューしている YouTube があります。ハマスの攻撃、10月7日のは大きいものでしたが、ずっと繰り返されているイスラエルでの受け止めを説明しています。ちょっと聞いてください。入れない感じになってるんです。なんでガザ地区だけあんな風に隔離されてるんですか。ガザ地区の方がテロリストがもう支配している地域になってるので、はい、でパレスチナもやっぱり北朝鮮と韓国って考えてみるとちょっと分かりやすいと思うんですけど、うん、北朝鮮の人って簡単に出れないですよね。はい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 、あれと同じようにガザ地区の人って簡単に出れないんですけども、韓国の人って普通に出れますよね。はいはい、はい、国でパレスチナの人は国から簡単に海外に出ることはできないけど、別にイスラエルの行き来とかを検問通ればできるんですね。でもガザ地区の人はそれができないというのが、はい、やっぱりテロリストが支配している国だから。で、はい、テロリストが支配している中でもやっぱりハマスがメインなんですけど、あとジハードっていうもっと過激派のテロリストっていうグループがいて、2つのグループが今中にいる感じですね。それはその何なんですかね、その要は国際的にもそれはみんなここはテロリストの国だよねっていうか、テロリストのエリアだよねって思われてるのに、その何の対策もしないのは何でなんですか。建前、イスラエルとも国がですか。いや、もうイスラエルもそうだし国際的にもそうなんですけど、その危ないエリアといえば危ないエリアじゃないですか。でも例えばわかんないけど、うん、北朝鮮って例えば核を保有していったりとか、まあ、まあまあ面積が広いとか、お隣の中国とかロシアが、まあ、ある程度その支援。パレスチナ問題は難しいですね。日本人女性の話で困惑は伝わってくるけど、先ほどのガザの人は危険が切迫しています。ホリエモンですから、日本政府をよいしょするようなストーリーを展開したいんだけど、簡単にそうはいかない。ここで山本太郎さんの発言を紹介します。ホリエモンが福島の原発の核汚染水問題で山本太郎を批判したことに関連して、山本太郎さんがホリエモンという人物を批判している発言です。どうぞ。ある意味での、なんだろうな、ああいう一回権力に言わされた人で怖い思いした人、怖い思いした後に権力側に魂を打った人間、ある意味で政府側だったり権力者側たちが広報していきたいことの先頭に立ってそういう仕事をやっているって私は認識なんですよ、あの方はね。だからそういう方が何を言ったとしても別になんてことないっていうか、まだ中身見てないっていうか。